はい、よろしくお願いいたします。それでは今回も10分切れ負けやっていきたいと思います。相手の方は2段の方ですね。よろしくお願いいたします。おお、早い手段でいってみるか。飛車振ってきたら、お前が振ったら俺も振るっていう。相振り飛車。どうでしょうか、これ。まあ、大無駄しでいくか。大無駄しっていうのは、相手と同じ陣形をひたすら取り続けるっていうやつですね。面白いんで、こっちまではちょっと大無駄しでいってみたいと思います。まあ、王様寄ってきたら王様寄る。銀上がってきたら、ちょっとしかし、角交換して角ぶち込んでみたいですね。向こうとしても、ちょっと今、銀上がる手が成立するか否かっていうことをちょっと考えていらっしゃるのかな。さすがに銀上がりは許せないですね。ただ、銀で上がって、2二角成同銀8二角の時に、3六歩っていう反撃が結構痛い可能性があるんで、なかなかね、同歩は5五角だし、3六歩にほっとくと3七歩成同桂3六歩が結構痛いと。で、3六歩に2八銀と受けても、3七歩成同銀で、その時に5五角と打って、香取り受けたら3七角成同桂。あ、来ましたね。まあ、ちょっと、なんだろう。このタイミングで交換しないといけない。俺が今言った歩ついて角みたいな反撃あるかなと思ったんだけど、これ今度逆にこっちがね、それをやっていかないといけない展開になりましたね、これ。まあ、角はしてもいいんだけど、ここは突く手からまず考えてみたいですね。まあ、同歩なら5五角で決まり。8二銀なら歩成同銀。そこで、角打ちがあるか否か。で、角打ちで香取り受けたら、角成から7四歩ですね。てか、あれか。7四歩、8二銀、7三歩成同銀は、シンプルに7四歩でいいのか。で、8二銀なら5五角。他の場所に逃げると8二角で決まりますね。じゃ、いいのかな、これで。あと、7に決まるのかな。まあ、刺されたらその時考えるか。まあ、最悪5六角で、角、あれですね、5六角、2七角成、8三角成っていう、振り替わりがあるので、まあ、そんなに、考えなくていいのかなというところですね。一番怖いのはやっぱり7二金かな。7二金が一番怖いっちゃ怖いんですけど。7三歩成と、ああ、やっぱそうですね。これさすがに同金なんでしょうね。同桂は7四歩で何やってるかわからないんで。はい。角解決。これで上に出てくるんですよね。まあ、7二金なら5五角なんですけど、6四金と出られた時に、意外と決め手がないなっていうのはさっきちらっと思ってしまったんですけど、まあ、9五角って7三歩成っていうのもちょっと強引ですよね。それかな。まあ、引くの？それ打てるけど。6四金は9五角が気になったんですかね。これはさすがに、両取りで。この辺の歩取られる手は全然痛くないんで、おそらく6七角成になると思うんですけど、はい、ありました。さすがちょっのとね、切れ両取り味じ決ゃ。まっちゃいましたね。それでは感想戦やっていきたいと思います。まあ、これで、18手 18手か。なかなか、軽い将棋でしたね。何を、やればいいんだろう。やっぱ、6五角は、不用意に打っちゃダメだぞっていうとこですかね。打ちたくなるんですけど、3六歩が想像以上に、相振りにおいてはヘビーな手になるので、まあ、危険なんですよね。で、2八銀はさっき言った3七歩成から3六歩と打たれて、で、2八銀は5五角だし、4六銀も2八角と打たれてしまうということで、3八金最善
だなと思ったんですけどね。歩成りから3六歩に、まあ4六金と逃げていればまだまだ、まあ1五角から3七歩成りっていう手筋はあるんですけど、まあその展開だったらまあこっちも4三角成りで結構ね嫌な感じだなっていうのはありました。ちょっと見てみましょうかね、せっかくなんで。任せろ。はい。4六金。あ、まだ300ぐらいなんだ。互角です。まあこれは当然、まあ、打ちますよね。うん。逃げて、まあ成りますよね。これでほっとくと4七とから3九飛車成りなんで。どうすんだろう。まあ一回は受けて。まあ、こちらとしては、と金作って、絶好調な感じするんですけど、まあ一六歩突かれ、あ、ダメか。絶好調な感じするんですけど、どうなんだろう、そんなに攻めつなぐ自信もなかったんですけどね。ああ。二の後はすごい地道な手ですね。まあ次に、三七歩から三八歩成のような手堅い攻めを見せていると。ああ、なにこれ、なにこれ。なるほど。4三角成で次に1六馬と引かれると1五の角と2七のと金取りになってしまうので、じっとこう、1六歩で、1四歩で一回辛抱して、1六馬なら2六と金を見せているということですね。いや、でも渋いな。4三角成なられて1四歩ってつける人、何人いるんだろう。これは渋いな。まあ、4三、あ、ごめんなさい。まあ、4三角成には第一感3三角から考えちゃうんですけどね。私の場合は。まあ、確かに、3三角、いや、3三角どうすんだろう。まあ、3三角も全然あると思うんですけどね。まあ、1四歩は、さらに渋い手ですね。あくまでも、できるだけ1五の地点で頑張って、まあ、仮に1六歩ならそこで3三角と引けば、将来的に1六馬が消えてる分、得だと。言ってるわけですね。ああ。なるほど。かといって、先手としても、1五に角がいられたままでは困るということで、1六歩を仕方なく突かされて、まあ、そこで3三角とすれば、1六馬が消えている分よりお得だという、非常に1四歩は細かい手ですね。なるほどな。でこれで、後手がプラス300ぐらい。まあ、27と金の分、後手がプラス300ぐらいリードというところですね。ただ、この展開はいつでも飛車取れますし、まだまだ平凡に8八銀とか受けといて、まだまだ大変なところもあるという感じでしょうかね。まあ、こちらとしては、3七歩と垂らしたり、場合によっちゃ3八歩、4八銀、2八と金で、まあ、景気を取りに行ったりとか、まあ、そういう感じで、さすがにちょっと3八歩、4八銀、2八と金は3七桂から4五桂で、それはちょっと嫌なんで、まあ、垂らすことになるんでしょうかね。まあ、そんな感じで、こっちは右からぼちぼち攻めていって、向こうとしては、なんとか、この6輪の王様を、なんとかね、攻める手段を考えていくという戦いになるという感じでございました。3三角には、8八銀だと元気ないんで、7七桂ですかね。で、6五桂馬の含み見せて、戦っていくという感じでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それでは、失礼いたします。